おはようございます。音入ってますか？大丈夫ですね。アメン。はいはい、じゃあ始めましょう。ハレルヤー、アメン。ハレルヤー、アメン。イエス・キリストにあって明けましておめでとうございます。私たちはイエス様によって新しい時代が来る、新しい年が来ると考えます。お正月は単なるカレンダーではないのです。カレンダー、新しい年は、神様の祝福のが来るということなのです。ですから、日本人の習慣で明けまして新年明けましておめでとうございますと言います。何がおめでたいのか彼らは知らないのです。ただ新しい年が来るからおめでたいんでしょうか？それ意味ないと思いませんか？新しい年がどうしておめでとうなんですか？その意味が分かってないのですね。新しい年は聖書から来てるんです、ね、聖書にですね、新年の意味が書いてあるのです。そして、私たちはイエス・キリストに会って本当におめでたいんだということなんです。アメン。明けましてというのは新年になるという意味ですが、それは神様の新しい時代、新しいその世界、新しい祝福という意味なんです。すごく深い意味があるんです。私たち日本人ですから、正月の感覚はよくわかると思うんです皆さん、ね。正月だったら初詣行かなきゃいけない、ね。そのお正月はお雑煮食べて、ね、このお祝いする。でも若干お正月のこうニュアンスが薄れてると思うんですが、しかし私たちはもう一度お正月とは何かということを聖書から学ぶ必要があると思います。今日はですね、ちょっとサプライズがありましてですね、お正月というのは、イスラエルでは2つあるんですね。イスラエルの暦は2つありまして、その杉越の祭りの時もお正月なんです。それからラッパの祭り、つまり、カリオの祭りの時もお正月なんですね。で、両方とも意味があるんですが、聖書的に見るとそのラッパの祭りをお正月としてるんですが、ラッパというのは皆さんご存知のようにイエス様が再臨する時がラッパが鳴ります。まあ角笛と言ってもいいでしょう、ね。つまりお正月というのはラッパの祭りだということです。お正月というのはイエス様の再臨だということです。お正月というのは新しい時代、この闇が過ぎ去って朝が来るということですね。皆さん今は闇の時代なんです。もうまさに日本は闇だと思いませんか？その日本に必要なのは、朝日です。日本に必要なのは朝明けです、ね。太陽が昇らなければならないのです。その太陽が昇るというのがイエス様が来られるということなんです。アメン。ですから私たちは、ね、この暗闇の、偶像崇拝をやめてイエス・キリストを信じる信仰によって日本に、新しい時代が来るよ、新しい朝明けが来るよということで、私たちはこの日本中の初詣に対して、ね、教会が元旦礼拝しているところがたくさんあると思うんですが、教会はその初詣に対して、ね、偶像崇拝ではなく本当の生ける神イエス・キリストを礼拝する礼拝、これが元旦礼拝ではないでしょうか。アメン。ラッパの祭りなのです。ラッパをちょっと吹きますからちょっと待ってください。イエス様が来ることを連想して聞いてください。
ラッパはイエス様が来たという印なんです。合図なんですね。イエス様が来たという合図です。わーお、皆さん、どんな音で聞くんでしょうね。本当のイエス様の、再臨の時のラッパはどんな音でしょうか。もう素晴らしい音じゃないでしょうか。皆さん、私たちはそれを待ち望むのです。正月のたびに、クリスマスのたびに、毎週日曜日、ね、イエス様を待ち望むのです。これが信仰なのです。私たちの本当の神様、本当の主、本当の王様、イエス様が待ち望むのが信仰ではないですか。アメン、アメン、アメン。アメン。皆さん、おはようございます。ハレルヤ、おはようございます。もう今日僕は本当に今嬉しいんです。今つどべの音聞きましたけれども、もう油注ぎがもう満ちています。つどべは油注ぎが満ちるんです。皆さん、もう今日僕今考えを変えました。メッセージを変えました。出エジプト記の19章を開いてください。旧約聖書です。イエス様はイスラエルが待ち望んだ救い主なんです。イスラエルが待ち望んだ救い主なんです。出エジプト記の19章に、モーセがシナイ山で角笛の音を聞いて神様が臨在されたところがあるんです。そこをちょっと分かっちゃいたいと思いました。今、出エジプト記の19章、旧約聖書の結構初めの方ですね、19章の、ね、16節から19節までをお読みしたいと思うんですが、皆さんよかったら一緒にお読みしましょう。出エジプト記19章16節からです。3日目の朝になると、山の上に雷と稲妻と密雲があり、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営から震え上がった。モーセは民を神を迎えるために宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山はぜんざいが煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、前山が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなった。モーセは語り、声を出して彼に答えられた。アメン。ここまででいいと思うんです。もう旧約の時代からもうイエス様はこうしてもう角笛で私たちに来られてたんですね。もう本当に前山がね、本当に宿営が震え上がったっていう、もう角笛を聞いたら神様が臨在されると思って、イスラエルの人たちは本当に震え上がったんです。でもその時にもうそれが油注ぎだと選ばれた人たちはもうその時油注ぎを受けていたんで、油注ぎというか、まあ神の臨在の力を受けていたんです。そしてここで10回与えられるんです。この5年20章にわたって10回、有名な10回の石板ですよね。立法をイスラエルは受けるわけです。そしてモーセの契約があるわけですけれども、神様はその角笛とともにいつも、私たちの、ところに来てくださいます、イエス様もそのように、来られるという今話がありましたけど、今はちょっとこの部分を本当にこの正月の一番初めに分かち合いたいと思いました。それで私の今日のメッセージはですね、用意しておいたところはエペソの4章なんです。ちょっとエペソの4章に移りたいと思います。エペソというのは新約聖書のね、ちょっと後ろの方ですかね。エペソの信徒への手紙というのがありますね。エペソ人への手紙かな、ピリピの前ですね、エペソの、4章、1節から7節を読んでいきたいと思います。エペソの4章1節から7節を読んでいきたいと思います。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛を持って互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。
しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。アーメン。ここまでです。イエス様は私たちの罪の身代わりのために十字架にかかって死んでくださいました。そしてイエス様を信じれば罪が許されて天国に入れる。これはもうおそらくほとんどどの教会でも語っていることです。これは本当にキリスト教の信仰によって救われるということです。私たちの行いでは救われてないんです。イエス様がその贖いの行いをしてくださったんです。神の子羊として。そのために私たちの罪は贖われて天国に入れる。これは皆さんもう本当にまず第一歩です。ここまで踏み出してください。ぜひイエス様を告白して、イエス様を信じない人もこの一歩をまず踏み出してください。そして私はこの教会に通って1年になります。私は今年は新しくされたいと思ったんです。新しくされたいと思ったんです。私たちを新しくしてくださるのは聖霊様です。だからイエス様を信じた皆さん、兄弟姉妹の皆さん、聖霊様を熱心に求めてください。日本に必要なのは聖霊様の働きなんです。今モーセが、シナイ山で律法を預かったように私たちも聖霊様をいただいて聖霊の賜物をいただかなければいけません。私たちが、自分から持っているものじゃないんです。パウロは言いました。もう律法いくら学んでも無駄だったと言いました。チリアクタだと言いました。イエス様が与えてくださるものが本当の律法なんです。アメン。そして本当の賜物なんです。そしてその働きが教会を立て上げてくれるんです。教会を立て上げてくれるんです。ですから本当に今年1年というか、まあもう今から本当に聖霊様を熱心に日々求めてください。聖霊の力と聖霊の賜物によって、安息日にも癒しは行えるんです。安息日は癒されるんです。ですから皆さん聖霊の賜物を受けるように本当に祈ってください。これをこの働きを教会が失ったら全てが失われるんです。ですから聖霊様の働きを皆さん覚えてください。その笛がありました。その時油注ぎを受けます。賛美の中でも油注ぎがあります。この御言葉に従って、その聖霊の賜物をぜひ皆さん受けて求めてください。求めれば与えられる。イエス様がおっしゃられましたから、熱心に求めて祈ってください。そして11節からですね、4章の11節から、13節までお読みしましょうか。4章11節から13節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。アーメン。聖霊様の賜物を受けて、こうして神様がそれぞれの役割を与えてくださるんです。教会の奉仕は本当に自分の行いの力でやるわけではありません。聖霊様が与えてくださったもので喜びを持って神様の栄光をお返ししていくということです。ですから皆さん、聖霊様に与えられたことに、神様が語ってくれたことにすぐ答えてください。祈りで答えてください。賛美で答えてください。礼拝で答えてください。本当に、神の賜物を与えられて生きるというのが私たちの本当の生きる目的なんです。世の中のためではなく、神の賜物を与えられて、それをイエス様にこの地上でお返ししていくということが私たちの本当の生きる目的です。イエス様は私たちを癒してくださいました。そしてまたこのような本当に小さな私ですけれども、罪許されて語ることが許されました。まだ陸のうちにある生き方があるけれども、今年は新しい人になりたいんです。もっともっと新しくなりたいんです。そして、私の今年新しく、なりたいと思ったそのこの御言葉をもっと新しくなりたいと思ったことがあります。この4章の、15節と16節です。4章の15節と16節、お読みしますね。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと書いてあります。体全体、体というのは教会のことです。キリストの体です。教会のことです。私たちは聖霊様の賜物をいただいて、その力量にふさわしく働く力により、神様が与えられた力でふさわしく私たちはもう働けます。そして、それが結ばれてしっかりと組み合わせられるんです。結び合わされて成長して、
そして愛のうちに建てられると書いてあります。私たちの教会は、本当にキリストの愛のうちに建てられなければいけません。愛とはキリストが来てくれた身代わりの死です。その身代わりの死を受けたら神様はそのままにしておかれません。油注ぎをくれます。聖霊が与えられます。その聖霊様に与えられたものは愛です。愛のうちに教会を建て上げていきたいと思いました。そして私、今年はもう少し兄弟姉妹にもっともっと心を開いてもっと頼っていきたいと思ったんです。ちょっと自分の弱さを隠したりしている部分がありましたけれども、今年は本当に新しくなって、自分がちょっと今くじけそうだなと思ったらちゃんと兄弟姉妹に告白したり相談したりして、もっともっとそのキリストの愛をみんなで分かち合っていきたいと思ったんです。キリストの愛を分かち合うことで私たちは成長していくんです。聖霊様が与えてくださった愛で愛し合うこと、それが、私たちの、またイエス様の御心ではないでしょうか。そして伝道して一人でも救われる人を、神様が救ってくれるように、祈りたいと思います。そして、最後にですね、ここを読みたいと思ったんですね。その先ですね、17から32まで最後まで読みたいんですけど、エペソの4の17から32まで最後に読みたいと思います。皆さん、はい、その続きです。僕このエペソの信徒への手紙は、エペソの手紙は本当に大好きで、よく読むんですけれども、ぜひここを分かち合って、今日僕のメッセージを終わりたいと思います。じゃあエペソの4章17節から32節まで、一緒によかったらお読みください。そこで私は主にあって厳明し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と心との家に神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く常用によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を見抜きるべきことでした。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アメン。ありがとうございました。アメン。今日僕嬉しいんです。角笛を聞いたんで。これを用意します。なんかイスラエルの話がすごく多くてですね、旧約の話とかすごく皆さんされてて、また何か通じるものがあるんですけども、今日の僕の分かち合いたい御言葉は、エゼキエル書の18章の、30から32。はい、皆さん一緒に読めたら読んでください。あと皆さん進行コメを書くと天国ポイントがザクザクもらえるんで、どん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 流してください。
あ、エゼキエル書の18章30から32ですね。あ、旧約です。エゼキエル分かりますか？エゼキエル書っていうのは、イスラエル の、 その偶像崇拝に対して神様がどのような気持ちで見ていて、またそのどのような、あ、大丈夫ですか？18章の30から32ですね。神様がどのような形で偶像崇拝をしている 者たちに、怒り、その鉄槌を下すのかっていう、その裁きのことがたくさん書いてあるところなんですけど、それと同時にですね、聖書から、聖書っていうのは初めから終わりまで一貫して神のその嘆きの姿が見えます。ここのエゼキエル書というのはすごくその神様の嘆く気持ち、本当は助けたいんだけど、どうしてもそれは彼らの悪が積み重なってきてもうどうしようもないという、だから滅ぼさずにいられないという神様のその気持ちがそこに入っています。じゃあ皆さん読みましょう。30節からいきます。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから、悔い改めて生きよ、書いてあります。アメンですね。イスラエルは、私たちが、私たちに対する、モデルですね。昔神様がこの約束の民を使ってどのような形で神の国を作ろうとされたのか、それで、現代の私たち異教徒に宣教が始まって私たちに福音伝わりましたけど、神はどのような裁きを下されるのか、どのような恵みを与えるのかというのをイスラエルで示しておられます。特にイスラエルというのはモーセを通して、先ほど角笛で実戒を得たってありましたけども、モーセを通じて実戒をもらっています。律法をいただいていた以上、その律法があるということは罪が分かるんですね。律法がない人はどれが罪なのか分かんないんですよ。でも律法があるということは罪が分かります。それゆえにイスラエルがまた罪を犯して神に背くというのはものすごい神様にとってはアウトなんですね。だから神様は許しません。重い処罰で裁かれました。しかしですね、今は私たちに、使徒たち、また宣教師たちが、神のそのつまずきの石によって、イスラエルがつまずくことによって私たち異教徒にもその福音が述べ伝えられました。それゆえにですね、私たちも律法を持った、罪を知れるということになります。それだけに今日ですね、初詣行ってます。たくさんの人が初詣に行ってます。その行為というのはものすごくその神様にとっては恐ろしい、神様から見てすごく悲しいことなんですね。そしてですね、先ほど新しい霊、新しい心ということ、大さんが言ってました。御霊を持つということはとても重要なことで、私たちがまだガキから落ちないその一歩手前にいるというのは、ここに書いてあります。新しい心と新しい霊を得よ。これは旧約でのイエス・キリストのが私たちの罪の贖いをする予言の話なんですね。イエス・キリストが罪の私たちのために十字架にかかって死んでくださった。そのために新しい心と新しい霊を私たちにくださる。私たちは、クリスチャンでもよく福音は知ってるんだけど、霊的なことをまだ御霊で、ボーンアゲインって言うんですよ。ボーンアゲイン、御霊でまた蘇る。カリスマ派はよくそれを強調しています。クリスチャンでも、燃えてない信仰、燃えてない信仰は水で洗礼は受けても霊で洗礼を受けていない、そういう状態ですね。それがまだセーフゾーンといいますか、
御霊を受けていない状態だからまだ神様は裁かないでいてくれているということですね。もしそうですね、なんでごめんなさいね、 それが聖父像です。神様がまだ日本のこの偶像崇拝、本当にもうどうしようもない偶像崇拝に対してまだ滅ぼさないでいてくれるセーフティーゾーンは、その御霊をまだ受けていない、受ける余地がある人たちを待っているということですね。待っています。神様待っていてくれています。皆さんが、このようなメッセージまたは、聖書を通して御霊でボーンアゲインするのを待っています。皆さんのボーンアゲイン、燃える気持ち、燃える心、待っていますよ。それからですね、これまで日本の人たちはたくさん宣教してきました。でも日本は豊臣秀吉、織田信長でちょっと受け入れたんですけども、豊臣秀吉で迫害が始まりました。本当に多くの日本人が死にました。また多くの宣教師も死にました。彼らはすごい使命感を持って救おうとしてやってきました。それでも殺されました。彼らはこの地で血を流されました。その血は神様を覚えててくれます。その血は決して忘れません。その血が血から叫んでいます。神様はその、糸高いところにいる 神様は必ずその言葉を聞いて、私たちを助けてくださいます。どうか皆さん信じましょう。物言わぬ偶像、何も神がいない、生きた神がいない偶像にすがる、それはもうやめて、本当に生きた神、本当に唯一存在する神、この世の神ではなくて唯一の神、どうか信じてください。聖書には、疑いなくヤコブですね、ヤコブの、ヤコブの1章に、あなた方、1章の5節に、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます、書いてあります。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。疑いなく信仰を固く持って祈るならば、神様は本当に聞いてくださいます。心が病んで苦しい人、または身体的にも病気を持っている人、また人間関係がうまくいかない、仕事がうまくいかない、そのようなことを神様に疑いなく信じて願ったら、神様は与えてくださいます、解決してくださいます。生きた神ですから、物言わぬ偶像にいくらこう、受かりますように、声が成就しますように書いたところダメです。何も聞いてくれません。それは人間だし、元は人間崇拝してることもあるだろうし、動物だったり、何も効果はありません。唯一効果があるのは生きた神だけなんです。生きた神だけが皆さんの、思いを聞いてくださいます。どうかそこをポイントをしてください。知恵と力、それも神だけのもの、季節や時さえも神様は、操作できます。季節や時さえも、全てが神様の御業の中でこの世界は成り立って、今なお続いているのは神様の御業なんですね。最後にですね、神様は何と言っていましょう、何と言ってるか、皆さんに、分かち合いたいと思います。32節、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神様の憐れみの、言葉がここに入っています。神様は、エゼキエル書の18章の32ですね、神様は滅ぼそうとはされています、偶像崇拝する人たちを許しません。ただここに書いてあります、私は誰が死ぬのも喜ばない。愛の神なんです。裁く神、妬む神でもあるけれども、神様は愛の神なんです。喜ばないんです。死んでほしくない、みんなに死んでほしくないんです。もうやめて、もうやめてください。物言わぬ偶像に、すがって祈願して神様を悲しませるのやめてください。神様生きてます、神様生きてますからやめてください。そこで最後に、だから悔い改めて生きよ、日本生きよ、日本よ生きよ、神様言ってます、日本よ生きよ、地から、死んでった殉教者の血が叫んでいます。神様聞いてます。日本よ生きよ、立ち返れ、神に立ち返れ。神様は唯一一人だ、たった一人、皆さんの言葉を聞いてくださいます。皆さんの、魂からの叫びを聞いてくれます。皆さんが
御霊を受けてボーンアゲインした瞬間に神様は皆さんの中に入ります。アメーン。皆さん初詣行っちゃダメ。アメーン。ありがとうございました。私は少し明かしします。自分のことを少し明かしします。第一コリントの10章13節、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私は病気で真っ暗闇の中にいました。自分のものは全部失い死のうとも思いました。神社でお祓いをしてもらい、お守りももらいましたが、全部捨てました。その時小さい頃クリスチャンの幼稚園に行っていたので、イエス様に祈ってみようと思いました。そうして祈ったら行きなさいと言われたように思いました。私は生きなければならないと思いました。苦しみの中でも親友ができました。その親友が教会に連れて行ってくれました。私が病気で悩んでいる時は聖書を読み元気になりました。今では病気も良くなり元気に生活しています。本当にイエス様は存在すると確信しました。私にも脱出の道を備えてくださいました。最後に私は主にあって隣人を自分自身のように愛せよ、全うできるといいと思いました。以上です。アメン。リスナーの方、主にあって明けましておめでとうございます。今日はちょっと短くメッセージを送りたいと思います。ヨハネの福音書1章の1節なんですけども、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。そして、言葉というのは主イエス様であり、この方の命は光です。そして、光はイエス様であり、闇はこの世であり、イエス様はこの世にもうすでに勝ったのです。で、イエス様は十字架にかかり、私たちやリスナーの皆さんの罪のためや、すべての人の罪のために死なれました。そして3日目によみがえり、今は天で神の右の座に座していると思います。だけど、もうすぐ再びまたイエス様は私たち、イエス様を受け入れた人々を迎えに来ます。イエス様はもうすぐ、もうすでに世に勝ちました。そして悩む者、苦しむ者、貧しい者たちを救ってくださいます。そして私たち主イエス様を受け入れた人々は永遠に生きるのです。イエス様はイエス様の愛ほど深いものはありません。イエス様はお一人お一人の心の中をすべてご存知です。イエス様は助けてください、救ってくださいと叫ぶとき聞いてくださいます。そして素直にイエス様から離れていました、ごめんなさいと罪を悔い改めると許してくださり、永遠の命を与えてくださいます。そして天地を作られたのも主イエス様であり主です。それは私たちのお父様なのです。でこの地上はイエス様のご計画によって作られて、そして終わりの日が来ます。今はもうその終わりの時です。まだイエス様を知らない方々や多くいますけれども、そのまだイエス様を知らない方々は早くイエス様をもう一度来られる前に、イエス様がもう一度来られる前にイエス様は皆のことを愛してらっしゃいますから、本当にイエス様のもとに行きましょう。そして聖書の黙示録の最後の方に書いてあるんですけども、私はアルファであり、オメガである、最初であり最後である、初めであり終わりであると言っています。元旦のこの初めの日に切実な思いを持ち、イエス様に立ち返りましょう。アメン。ハレルヤ。
めっちゃ今ここで何それでもいいじゃん、はい、すごいしようかな、やばいよ、あまりちょっと遅れちゃった皆さん、ハッピーニューイヤー、おはようございます。ですね、皆さんどんなホリデー、祝日を過ごされてるかと思うんですけど、マイク持っていただいて、あ、マイクすいませんごめんなさい、仕事とかここにあるのであるかと思ってたんですけど、どうしよう、皆さんのメッセージがすごい熱くて普通に聞きに入ってしまったんですけど、私は甥っ子のことを話そうと思います。私には10歳上のお姉ちゃんがいまして、天然ちゃんなんですけども、本当に勉強お姉ちゃん不得意でしたけど、今は普通に14歳筆頭に12歳10歳甥っ子、男女男のもう子だくさんママで、もう一人産もうかななんて言ってますけれども、できるんじゃないかなと思うんですけど、その甥っ子の育て方を最初すごく悩んでいて、何々しなさい、何しちゃダメってずっと幼稚園の先生やってるので、今でもそういう風に言ってたので、もう一個が最初萎縮してしまって、もううわーって泣いちゃって、もうママが怖いって、何を怒られたのかが分かっていないんですね、お一個。だから私は児童福祉士としても働いていたので、あの虐待とかしつけの問題、すごくもう時間外でも電話かかってきちゃうようなとこにいましたので、本当に大変でしたね。親は自分にないものを子供に、自分ができなかったこととかを投影するんです。投影って投げる影って書くんですけど、こうしてほしい、自分ができなかったからこうあってほしいって、ついつい子供をアクセサリーのように思ってしまうところがあるようなんです。うちの親もそういうところがあったんですけども、私はその福祉大学にアメリカンスクールに入って、そういういろんなインターナショナルの先生に会って、私もあ、そういう考えの押し付けをされてきてたんだって、それまで分からなかったんです。虐待って言ったらみんな殴る蹴るだとかそういうんだったと思ったんですけど、私の場合は言葉での縛りだったんですね。でそれを私は分かっていたので、10歳も年離れてるお姉ちゃんに、いやお姉ちゃん申し訳ないけど、10歳の年下の私が言うのは申し訳ないけども、あの児童福祉士やっててちょっとそれはどうかなったもんだよって言って、でおいっ子はタクはお姉ちゃんに何を言われたのか分かってないけど、恐怖心だけ恐れだけ残ってるよって言って、なんかもうちょっと怒り方を変えた方がええよって言ったら、なんでって言って、どういうふうに怒ればいいかわからんよって言ったから、たく何々しなさいじゃなくって、たくママはこうしてほしいよとか、ママはこうしてほしいから、たくにこうしてほしいとか、そういうふうに対話するようにしないと。で目線だって親170ぐらいあるので、お姉ちゃんの身長が170と1メートルで70センチの差があったらめっちゃ怖いよって、私車椅子になって思うけど、すごい目線って怖いんだよって言ったら、ああそっかって、私も幼稚園の先生の時はなった時はそういう風に考えてたけど忘れとったわっていう風に言ってくれて、でそんな甥っ子ももう14歳になって、今年受験生という社会の洗礼を受けておりますが、まあ、すごく緩い子ですね今でも。もう教科書忘れて学校行くとか塾行っても宿題やってきたけど机の上に置いてきましたとか、そんな子で私に似てるなって思いますね。でもその甥っ子、この世では社会的にルーズでダメな子だと言われておりますが、でもすごく優しい子なんですね。妹のこともちゃんと弟のことも見ていて、絶対にバカとか言わない甥っ子になりました。で妹の方が口が悪くて、タクのバカとか言って、でも泣きながら、自分も泣きながら、ママは僕にバカって言っちゃいけないって言ったよって妹に向かって、だからどうして、あーちゃんはどうして僕のことを呼び捨てにするし、バカって言うのって言って泣いちゃうような、
そんな子ですね。であとよくランドセルを女の子に持たされていて、電信柱から電信柱では持ってけとか、そういうのを親はすごく心配したんですね。あんたそれいじめられとるんよって。え、そうなのっていう子で、なんで誰々ちゃんが別に僕の上履きとか隠したり切ったりしたら僕は嫌だけど、コミュニケーションの一つだとしていいよって、これひどくなったらママとママに言うよって言って、それで全然もうランドセル持ちはそれで終わったらしく成長してくれていますね。でも本当に思うのが、受験戦争ってつくぐらい、なんで日本人は学校の歴、学校歴、学歴と学校歴ってあるんですけど、学歴は大卒とか大学院卒を誇るんですけど、学校歴は例えば東京大学を出たとか六大学を出たとかそういうのあるんですけど、まあ1970年代が一番ひどかったと思うんですけど、幸い日本は今少子化になって、あと資格社会になってきたので、どこの大学出てももう一緒に捉えられちゃってますので、アメリカからしたらなんか小さい争いをしてるそうなんです。なんか日本って島国でさって、あのボストンに留学した時にはニューヨークとボストン、日本って小さいところで土俵取ってるよねって、小さい人間やなって言われて、そうですねって、そうやなってスルーしといたんですけど、でも向こうからしたらそうなんですね。鎖国をして自分たちのイケスというか自分たちの縄張りの中で暮らしていて、自分たちを誇っていて、でもそれ村社会ですごくいいところもあるんですけども、日本人は頑張りすぎてしまうところがあると思うんですね。うん、私日本のことはよくわからないんですけども、一番大事な時に留学しちゃったので、でも本当に自殺をするようなことではないと思うんです、受験で落ちても。実際私のアメリカ行ってたアメリカンスクールでは、あの6大学入ったけども、入ったけどなんやこれって言って1年で辞めてきた人とか、自衛隊やってた人が10年陸上自衛隊って、何が楽しいのか分かんなくなりましたって入ってきて、アメリカンスクールでも同じくソーシャルワーカーとして今、国家資格取って働いてる人もいますから、いつでもなんかあの、ま、学び直し、学校に行かなくたって別にいいんです。聖書を読んでることだって学びですし、本当にそういう社会になってきてほしいなって思いますね。福祉教育をやってきて、本当にもちろん受験生にとっては受験がすごく大変な時期だと思うんですけど、自分を壊すほど、体や心を壊すほど頑張らないでほしいと思います。困った時はなんかもう神様助けてくださいって一言祈って、もうよく休んでやっていってほしいと思います。以上です。God bless you. では皆さん、今年最初の礼拝です。思いっきりね、イエス様に賛美を捧げましょう。アメン。あ、いいですよ。Yes, we'll see you.
Thank you.
イエス様に会って明けましておめでとうございます。おめでとうございます。イエス様に会って明けましておめでとうございます。主に会って明けましておめでとうございます。イエス様に会って明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。イエス様に会って明けましておめでとうございます。聖書を拝読します。第一テサロニケですね。第一テサロニケ、4章の16節から18節まで。主は号令と御使いと頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身を天から下に下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと共に一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。アメン、アメン、アメン、アメン。今の聖書の記事はですね、ケーキのとこですね。ケーキじゃなくてケーキですよ、皆さんね。謙虚というのはこの地上から上げられるということです ね。人間がこの地上に住んでる人間が空中を飛ぶなんて、なんかすごくこうね、ロマンチックな感じがしますが、まさに、私たちは救われるということですね。ラッパの響きによって天使が、ね、全世界に散って、天使が、ね、皆さんをこう引っ張っていくわけですよ。わお、土地で話されたらどうするんでしょうかね。そんなことはないと思いますが、ヒューッと上がっていってですね、その空中で変身なんですね。もう朽ちない体から、朽ちる体だから朽ちない体に変身するんです。わお、すごいですね。それがある意味でお正月なんですね。お正月というのはそういうまさに、もう世界が変わっちゃうという感じなんですね。世界が変わっちゃう、ですから私もですね、最近あ、お正月ってすごい深い意味があるなって最近、気がついてきたわけですね。もうクリスマスとお正月がですね、無関係ではないっていうことが分かったわけですね。クリスマスが西洋でお正月が日本的でしょ。それが無関係ではないんです。関係があるんです。クリスマスは、ね、イエス様の初臨です。お正月はイエス様の再臨なんですよ。わお、そんなこと考えた日本人どこにいるんですか。あまり考えてないと思う。でも聖書的にはそうなんですよ、ね、聖書的にはお正月というのは、ね、まさに再臨を表すのです。わお、ね、皆さん、朝日が昇るというのは、ね、真っ暗なところがだんだん明るくなってピカッと光ることじゃないですか。光が、ね、
光る、明るくなるというのは、皆さん知らなかったことが見えるようになる、この、分からないことが分かるようになる、ね、見えなかったものが見えるようになるということではないんですか。アメン。ということはですね、皆さん、これから義の太陽が日本から昇るというのは、日本から神様の新しい啓示が来るということではないですか。アメン。わあ、すごいです。その自然にある神様のいろいろな教えを一般啓示と言いますね。で、聖書は、特殊啓示と言いますね。特別な神様の啓示です。そして、その、終わりの時代に、その神様が、来られるというのは、義の太陽として来られるということは、そのさらに、神様のこの真理が全世界にこの光るということではないでしょうか。私たちは神様を信じています、ね、神様がどういう方で何をしてくださったかと方を信じています。その神様の素晴らしさが、この世では隠されていて、この世が闇だということは神様の素晴らしさが分からないということなんです。多くの人は神様によって作られ、神様によって生かされて、神様によって成り立っているこの世界が、その神によってなっているということが見えないということが闇なんです。しかしイエス様が来られて、神の言葉をとして語られて、私たちは真理を知って、神様が生きておられて、神様が私たちをこの救おうとされたということを知って、そしてもう一度神様がこの世界を、私たちを救いに来て、この汚れた世界を滅ぼすということを知ったのです。そしてこの真理が、知られているようですけど、まだ闇の中で知られてないのです。朝日が昇るというのはまさに義の太陽。皆さん、太陽見たことありますか。眩しくて見れないですよね。神様も眩しくて見えないんですよ、皆さんね。神様はもう本当に見たら死んじゃうみたいな感じですが、しかし、太陽から確かに物理的にも、光と熱によって地球の、ね、この生態系は太陽によって成り立っているわけですね。光合成、そして光ですよね。もし、太陽がなくなったら、もう地球はすぐに凍っちゃって、もう人間が住めるような環境じゃないんです。太陽があるから、ね、光があって熱エネルギーがあるわけです。原発がだんだんなくなって、これから太陽エネルギーを使おうとしていることも、これは神様の一つの教えじゃないでしょうか、ね、太陽のエネルギーを使いなさい、神様の力を使いなさいという一つの暗示ではないでしょうか。石油とか、ね、石炭というのは地から出たエネルギーですが、太陽エネルギーは太陽から来るエネルギーということで、私たちは人間の力ではなくて神の力が必要だということを表しているのではないでしょうか。そういうわけで皆さん、この新しい時代というのは、神様の、ね、栄光が地に満ちる、そのような時ではないかと思います。私たちは今信仰で神様を信じていますが、このお正月の元旦礼拝、ね、本当に新しい2013年という年、私たちは日本のリバイバルに向かっているということにおいて、再臨が近づいているということにおいて、今日の礼拝はさらに待ち望む礼拝ではないでしょうか。アメン。多くの人初詣行きます、ね、ご利益信仰です、ね、家内安全、商売繁盛、 無病息災ご利益ですよね。でも、そういうご利益はどこから来るんですか。神様から来るんです。神様からご利益が来るわけです。私たちはまあこの地上の祝福のことをご利益と言いますが、私たちはこの地上の祝福
よりももっと素晴らしい祝福を求めるので、ご利益信仰ではありませんが、でも、この地上の祝福も受けてもいいわけです。聖書では両方の祝福を求めなさいと書いてあるわけですから、ね、ご利益信仰を求めてはいけないということではありません。しかし、神社やお寺やまた他の宗教で、そのような祝福を受けることができるでしょうか。答えはノーです。アメン。以前やりましたね、偶像から何も来ないんだということです。多くの人は、それを信じて習慣的にやっていますが、それが本当に祝福が来ているかどうか確かめたことはないんではないでしょうか。先ほどの証しね、証しがあったように、かえって逆にですね、よくなくなってしまったという証しをよく私は逆に聞きます。本当に、怖いことですね。その初詣行ったり偶像崇拝して余計に悪くなるという、これぜひ統計取ってほしいと思うんですが、統計取れば明らかにおかしいってことが分かってくると思います。私たちは祝福されたいのです。2013年、祝福されたいですか。アメン。祝福されたいですか、ね、さっき God bless you、 神様はあなたを祝福します、ね、シャローン、あなたに平安がありますように、地の上に、ね、その平和があるようにっていう歌を歌いましたけど、祝福とか、ね、平安というのはまさに油注ぎではないですか。アメン。油注ぎこそ祝福であり平安ではないですか。クリスチャンでもそのことがよくわからないで、ただ God bless you とかシャロームとか言いますけど、皆さんこれからですね、 God bless you とかシャロームとか言うときに、それは油注ぎなんだということを意識して言いましょう。だってただね、恵みがありますように、平安がありますようにって言っても、その意味が分かんなかったら本当に祈っていることにならないと思いませんか。これから God bless you、 油注ぎがありますように、シャローン、油注ぎがありますように、そういう気持ちでね、挨拶しませんかね。それが本当の愛じゃないですか。相手がね、単なる口だけじゃなくて心から祝福を願うならば、祝福とは何かということは分からないで願ってもしょうがないじゃないですか。祝福というのは、ね、十字架から来る油注ぎなんだということです。それをよく理解して、それを本当に心から願ってね、God bless you と言うべきじゃないでしょうか。アメン。アメン。アメン。2013年は、ね、イエス・キリストにあって油注ぎによって祝福されます。アメン。元旦礼拝、ネットで見てる方もたくさんいると思います。キューちゃんに言われたから、ちょっと初詣やめて、ちょっとこう元旦礼拝出てみよう。アメン。素晴らしい、大正解です。大正解ですね。イエス・キリストのところに祝福を求めてきたものは与えられます。アメン。しかし偶像に祝福を求めても何にも得られないどころか、災いを引き込むのです。災いを引き込むのです。なんと悲劇でしょうか。なんと悲劇でしょうか。日本はこの長い間騙されて災いを引き込んできた国なんです。アメン。サタンに騙されてひどい目に遭ってね、もう本当にサタンのね、日本人ってこう意外と静かでおとなしいでしょ。あれ信仰でおとなしかったらいいんですけどね、サタンにやられてるからおとなしいんですよ。サタンにこうね、抑え込まれてるから日本人はこうおとなしいんですよ。あまりいい国民性じゃないんです。でももう一度イエス様によって力を得て、イエス様によって回復されて本当の日本人になりませんか。アアメン。アメン。1月1日というのは、先ほども言いましたけど、いくつかの意味があります。一つはですね、ノアがね、ノアがこう洪水でプカプカ浮いててですね、でこう鳩を飛ばしたりカラスを飛ばしたりしましたよね。で最後に鳩が戻ってこなかった時があります。でその時に、ノアが外を見たら地が見えてて乾いてきたと書いてあります。それが1月1日なんです。アメン。つまり、新しい地が、ね、新しい地が、
全部死んでノアとノアの家族だけが生き残って新しい地が見えてきたのが1月1日です。アメン。まさに新天新地という神の国という時です。でもう一つは、エジプトの、ね、私がよく言う杉越の時、血を塗ります、ね、その時神様は何て言ったかというと、その、ね、血を塗って杉越のある月を1月にしなさいと言ったんです。つまりイスラエルにとってはそれまでは奴隷だったんです。奴隷だったのに、その杉越を通して奴隷から解放されて自由の民となるわけです。それが1月1日なんです。おーわーお深い意味があるでしょう皆さん。アメン。そして、私たちも、その再臨という意味で、ラッパの祭りという意味で、イエス様が来られた時が本当のお正月だということです。アメン。本当のお正月は再臨の時だ。皆さん、これは素晴らしい真理ですよ。皆さんぜひ、それを信じてください。ですから今日はお正月元旦です。ですからこの元旦はイエス様の再臨を待ち望む、また覚えるための正月だということです。アメン。アメン。素晴らしい。そして私たちがこの元旦礼拝することこそ、日本の初詣や偶像崇拝に戦う戦いであり、勝利できる戦いだということです。少数かもしれません、少数かもしれません。しかし神様は少数でも正しい礼拝する者に祝福するので。アメン。アメン。イエス・キリストを礼拝する者に祝福が来るのです。アメン。イエス・キリストを信じる者に油注ぎが来るのです。アメン。これが本当の祝福なのです。アメン。偶像崇拝する者には呪いが来るのです。災いが来るのです、ね、苦しみが来るのです。ぜひ多くの人たち、リスナーの方々、この真理をしっかり知ってください、知ってください。この1年私たちはイエス・キリストだけに礼拝し、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの教えをしっかり守っていくならば、今年は祝福されるのです。アメン。今年祝福されたいですか。アメン。祝福されたい人は偶像崇拝をしないで、イエス・キリストに会って正しく歩むことです。アメン。アメン。再臨の時にあの敬教をする人は、イエス・キリストと契約をしたものです。イエス様との契約というのはイエス・キリストを信じるという契約です。そして私たちは、この十字架による契約、イエス様の血による契約です。多くの人がイエス様と無計画、無契約ですね、無契約ですね。昨日はある方からあの、スカイプが来て、あの火事があったそうですね、火事があって、火災保険をかけてたのでお金が入ったという話ですね、神様のプレゼントだとか言ってましたけれども、もし火災保険と契約してなかったらお金は出ないわけです、ね、いくら火事になってももうその時契約しても遅いわけです。火事の前に契約すれば保険が出るんです。イエス様が来られた時に契約しても遅いのです。今契約しなければ、今契約しなければ救いに預かることはできないのです。今まだ災いが来る前に、滅びが来る前に、神の怒りが来る前に契約するならば、その人は救われるのです。アメン。アメン。天のお父様、
先に救われた者として、あなたの尊い十字架の契約を受けた者として、どうぞこれからたくさんの方がその契約に預かるように祈ります。多くの日本人は悪魔と契約をしています。偶像崇拝は悪魔との契約です。イエス様、その日本の悪魔との契約を断ち切ります。アメン。イエス・キリストの御名によって日本の悪魔との契約を断ち切ります。アメン。断ち切ります。アメン。断ち切ります。アメン。悪魔との契約は無効です。アメン。無効です。日本の悪魔との契約は無効です。アメン。イエス様の御名によって宣言します。日本の悪魔との契約は無効です。アメン。イエス様、どうぞその契約を破棄してください。その契約を破棄してください。イエス様、どうぞイエス様の血によって人々がイエス・キリストを信じる信仰によって新しい契約を結ぶことができますように、永遠の命の契約を結ぶことができますように、どうぞイエス様、人々を導いてください。あなたの福音の契約に導いてください。イエス様の血の契約に導いてください。今リスナーの方々で悔い改めてイエス・キリストを信じる者が起こされますように、一人でも多くの人が、一人でも多くの人が偶像崇拝をやめてイエス・キリストを賛美するようになりますように、十字架を誇るようになりますように、祝福してください。日本を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。多くの人は偶像崇拝の罪の大きさを知らないのです。悪魔を拝むことがどれほど大きな罪かを知らないのです。神様はその私たちに罪を教えようとして、さまざまなことを通して罪を教えようとしています。日本は、日本の罪というものをなかなか理解しません。隠れキリシタンを、拷問し殺したことも、また太陽戦争の時にアジアの人たちを殺したことも、彼らは罪として認識していません。これが罪なのです。これが罪なのです。日本人がこれから日本の罪を本当に深く悔い改めなければ救いがないのです。もうすでに信じている兄弟姉妹の皆さん、どうぞ取り出して日本が悔い改めるように、日本が日本の罪を悔い改めるように祈っていきましょう。天皇お父様、日本が犯した罪、偶像崇拝がどれほど大きな罪なのか、どれほど深刻な罪なのかを知らないのです。日本の宗教だ、日本の文化だということで当たり前のようにしているかもしれません。彼らはその偶像崇拝の忌まわしさ、いかにそれが良くないことなのか、生ける神に対して罪深いことなのかを知りません。イエス様、どうぞそのことを教えてください。すべての日本人に、すべての日本人にその偶像崇拝の忌まわしさを教えてください。その呪いを教えてください。その災いを教えてください。どうぞ本当に滅びる前に、本当に災いを受ける前に日本が救われますように、悔い改めますように、悔い改めますように、日本に悔い改めの霊を与えてください。日本に悔い改めの霊を与えてください。
偶像崇拝から離れますように、偶像崇拝から離れますように、イエス様、日本を救ってください、日本を救ってください、日本を救ってください、イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン。さっきいいニュースを聞きました。鶴岡八幡宮のですね、山が崩れてですね、江ノ島電鉄、江ノ電っていうんですが、不通になったそうですね。ということはどういうことかというと、鶴岡八幡宮や江ノ島の神社にですね、初詣に行きにくくなったということです。ハレルヤ、ハレルヤ。なんか人の災いを喜ぶようで申し訳ないんですけど、しかし日本のためには初詣が少しでも、それは神様のしたことですね、私がしたことじゃないですよ。神様が山崩れを起こして、そして今北海道や、北日本も、荒れているということを聞きました。それは神様が初詣を少しでもやめさせることではないでしょうか。2013年素晴らしい年になると思います。イエス・キリストを信じる人たちにとっては素晴らしい年になります。イエス・キリストを知らない人たちにとってはもっと苦しくなる年になります。そして偶像が壊されていく、あらゆる人間が誇っているものが神様の手によって、神様の手によって地の災いが、人間の技が壊されていくような年になっていくと思います。主に栄光を返しましょう。アメン。ありがとうございました。はい、皆さん一緒に、元旦を、礼拝できまして本当に嬉しいです。この元旦礼拝が今年1年の祝福になると信じます。皆さんの信仰が、皆さんの祈りが日本を救うと信じます。皆さんの祝福にもなるし、日本の祝福にもなるし、世界の祝福になると信じます。ありがとうございました。シャロン、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 シャロン。